魔女の力を使いこの町を混乱に陥れた張本人、それはあなただ。違います、私は魔女なんかではありません。ではなぜ読んでいるはずのない本の内容をあなたは知っていたのですか。異あり。教授、あなたの指摘には大きな矛盾がある。本の筋書き通りにはさせない。ミスター、なるほど、うん、私たちはとんでもない勘違いをしていたのかもしれない。法を守る者が必ず正しいことを言うとは限らないよ、ルーク。正直なところ気に入らないんだよな、あのシルクハット。